こんにちは、イカレタコスケの代理人です。チース。誰も知らない狩人、イカレタコスケです。今回はウプ主が腹痛で死んでしまったので、私たちが代理として今回のイベントクエストを解説していきます。でも今回は普通の八つ叩き討伐なのよね。大丈夫です。先週手に入れたゴーキコスをしていけば少しは新鮮なのです。武器はサラッシュアクス。また適当にぶん回して終わりじゃない。ゴーキボイスが全てを解決してくれるのです。うおよほほほほい。ぶった切るのです。声は変わっても狩りをするのは腕前たこふけなのです。何にも考えずにひたすらぶった切るのです。大事なのはボタンを押すこと。押す、押す、押す。モンスターより攻撃手数を増やせば勝ちするのです。血を多く流した覇王が負けなのです。ちょっ、クエストの解説をするって言ってなかった。血を流さないクエストはヨモギちゃんのクエストだけで十分なのです。すべての彼に共通する点、それは円盤女王。砂漠に咲くシライトの花、このクエストはどうやら八つ叩きの強化個体があってみたいですね。関係ねえんだ。強化個体も地上個体もスパーマッキ種目殺であの世に送ってやるんだよとか言いながら糸に巻きつかれてるけど、糸に巻かれたって死なねえのです。地上数百メートルから落下しても無事なハンターに糸ごとき濡れたリーチと同等なのです。結局分回してるだけだけど、このスラークは分回し仕様なのです。ボンキさんのシンガーさんのロブグリーンで高火力なのです。分回しこそ正義、し全てが弱点、ぶった切ったところが弱点なのですよ。なら鉄鋼榴弾を撃てばいいじゃない。肉がちぎれ、骨を砕く感触なくして狩りとは呼ばぬのです。殺意に目覚めてる。うわぁ、何が起きたのです。バルファルクが突っ込んできたみたいね。己、崇高な狩りを邪魔するとは許されないのです。バルファルクをミサオ流して圧倒的パワーによる破壊を楽しんでやるのです。崇高を自主で調べてこい。まずは八つ叩き、お前が自分を破壊するバルファルクのミサオ流の視点となるのですよ。わはははは、バルファルク本田のスーパーズ付きを食らうのですよ。圧倒的ではないか、アガ軍は。典型的な分回しハンティングね。何を言うのです。この分回しハンティングこそ最も経験と考え化される、言うなれば熟練の分回しなのですよ。ワールドから数年、一向に腕が上がらない理由が分かったわ。そういえばウプ主は腹痛で死んだって言ってたけど、今はどうなってるの？1ヶ月くらい前からが痛くて薬飲んでそのまま放置してたら、目覚めとともに吐き気がして病院行ったら盲腸になりかけてたのですよ。アホなの？いらなかったんですか？アホですよ。ちなみに家族の人も腸炎でダウンしてて、タコスクもダウンしてて、作業部屋にこもってられないから私たちに代理頼んだんですけど、結局編集時間は伸びたのですよ。イカレタコからイカレアホ付きに改名しましょうね。さて、ヤスカダキも何度か逃亡を試みてますから、圧倒的スムーズに倒せそうなのです。最近の高難易度クエストをこなしてきたハンターならサクッと終わりそうね。サクッと沸かせなのですよ。サクッととはうるさいのですよ。たまにはこんなこともあるのですよ。うわぁ、たまにはとは偶然と偶然が重なる時もあるのですよ。人はそれを奇跡と呼ぶのですよ。貴様やつかだき、初めてのお披露目で恥かかせやがって、ブン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 。悲しいわね。ブチギレしても武器をぶん回すしかない。これが体験版のマガイマガドに勝つためだけにスラークを選んだタコの末路。ブン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 、いいのですよ。スパーマ技がたくさんあるスラークはぶん回しても勝てるのです。これも役者生存戦略なのですよ。スラークをメインにしようと思ってる人は参考にしてはダメですからね。ブン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 。あーほら、無理やりブンブンしてるからピヨピヨしちゃってるじゃないですか。うう、気絶耐性を忘れた一生の不覚なのです。ブン回しながらも少しずつスラークの特徴を思い出してきたのです。だからずっとこのモードで戦ってたのね。見よ、このあれ、キエンバットオヤギリオ。それはたち。このモードと剣モードが合わさって最強に見える。
同期コスプレで片手剣が超かっこいいモーション増えたりしたので、スラッシュアックスみたいな変形やエフェクトが豊富な武器時にコスプレ技が来たらどうなるか楽しみで仕方がないのですよ。そうね、丸太とかが割り振られないと良いですね。それはそれで、みんな丸太は持ったかって遊べるのですよ。見てください、もう弱ってきてますよ。高難易度で弱点部位が分からなくてもドンキシンガンスパーマスラックならいつの間にか討伐寸前ですよ。ヤツカダキの方角がくだけ糸を吐く力も弱り、世間の執着の方向が身に心地いいのですよ。でもタコスケは腰がくだけ吐く力もなくなり、食事への執着で耳鳴りが心地悪いんですよね。まさにこのヤツカダキはタコスケそのもの、うどめと引導でファイナルフィニッシュなのですよ。どうだ、食事より良い薬の味は。病院の前にあるラーメン屋が憎くて憎くて仕方ないだろう。店内のうまそうにラーメンをする客と、チャーシューをむさぼる客と、スープを飲みほっ客が見えるか。十分に都会に生きれば飲食店を避けることはできぬ。まして駅前の病院周辺は光に集まるハムシのごとく。だがハムシになればすなわち血を意味する。もうやだよ、ご飯食べたいよ。ゼリーばっか食べてハブトムシじゃないのですよ。うどんとゼリーばかりだったわね。最近やっと普通の食事を取り出したら似合う受けてしまったのだから、自業自得ね。すべての怒りをやつかだきにぶつけるのですよ。こいつを買って足を下げにして1000円チャーシューするのですよ。なんだかんだ危なげなく勝てたわね。腹痛と空腹に負けずかりきったのですよ。ご褒美に豚骨ラーメンと生姜焼き定食とモスバーガーと。入院になりますよ。ああ。せめてジャギーの肉を覆そう。うろこおめでとう。万物必殺赤夜空裂波。焼肉。そんなわけで、拙いながら初めて人工音声動画を作ってみました。いかがだったでしょうか。テキスト入れただけなのに作業時間が半端じゃなかったのですよ。でも今後も喋れない時はあるかもしれないから、今回はいい経験になったわね。せーの、最後までご視聴ありがとうございました。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ